アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。はい、ギラズール、カスタムしました。はい、今回デラックスガシャコン、シナンジュと、ギラズールが目玉商品となっておりまして、シナンジュの方が目立ちがちなんですが、実はギラズールの方が優秀だったりします。はい、やっぱね、メインというか赤い機体で、その主人公の敵ポジションの機体っていうことであって、ちょっと目立ちがちなんですが、このガンダムオンラインことガンダムオンラインにおきましては、このゲームの中でだけで言ったら正直ギラズールの方が、優秀です。はい、なのでこちらが、当たりですね。お当たりですね。はい、このギラズール、まず何が優秀かと言いますと、シナンジュより優秀な点、まずコストですね。はい、400コストなんてね、正直使い物になりませんよ。400コストはもう使えません。もうやられたらもう終わりなんで、10分出れません。10分ぐらい出れんと思うわ。にそれにギラズールは300コスの低コスで、タイムは250秒、4分10秒ですね。はい、そして何よりも、やっぱ色ですね。赤い機体っていうのは目立ちます。はい、ガンダムオンラインに赤いフィールドってありましたでしょうか。ありませんよね。そういうことですね。ギラズールはシャングリアにおいて、疑似回避モードが使える緑色の機体なので、比喩できます。比喩、森に比喩します。できます。武装に関しましては、非常に高火力のシチュルムハウスと、こちらはですね、今までの手持ち型のシチュルムハウスと違い、その筒に入った状態のシチュルムハウスになりまして、弾速がめちゃくちゃ速いです。はい、速いです。なのでシュツルムファーストグレーというのが可能となりました。ジオンで唯一の機体ですね。シュツグレという新しい、ポジション、シュツグレっていうのを、開拓した機体。そしてビームマシンガン、これはもう非常に、弾速が速く、連邦でいうところのユニコーンのビームマグナムと同じですね。なんと400コスの、ユニコーンと同じビームマガジンが、ギラズールにも持ててしまうという素晴らしい機体です。はい、てなわけで今回は、このギラ動画、重装甲も、加え、ギラデッキ、ギラ4機デッキで、参戦しようと思います。いきましょうか。要はね、大規模戦でね、いかに、こいつでユニコーン倒したらもうそれはギラズールの証明っていうことになりますんで、お願いします。はい、本日の戦場は、オデッサ降参基地です。これちょ階級のさ、そのシステム、これやばくない？これよくよく考えてみたら、これ毎回さ、そのシーズンごとに、シーズンってのがどれぐらいのスパンかちょっとわからんのやけど、これ召喚やってるやつってもうニートじゃん。絶対こんなんクソニートだわ。こんなん絶対上がれへんわ。そんなに1日、それ社会人とかさ、毎日できるとは限らんやん。そんな、それに
それでもうクソニートじゃん、もう召喚やってるやつとか、きっしょ。今回のミッションに勝利すると特別報酬が支給されます。やばない？階級システム、ちょっとこれでまた階級システムなんか変更しますか言うもんならば、もう出撃する地点を選択してください。もう変えたならもう一生この階級システムでもう逆に行ってほしいわ。もう逆にな、いつかそのランカーバトルも出てやるからな、覚えとけよ。はい、初動は、ZC 突みたいです。エテポンゲリハプティズム行きます。今日はもうスチームもしっかり切っておきましたので解いてくれ。トロイ機体で前出んだよお前ら、マジで。で、この、ちょっと待って、アクションキー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 を押して、このサザビーなんですが、新しく、このビームの、投げるやつを持たせました。これ、爆発武器だってことをね、ちょっと知りませんでした。よし、いけるいける。いけるいける。いけるいけるいける。ちょっとここで待機して、スッと降りて、ちょっと上に上がって、ここ飛び上がって投げる。我々逃げろ、エクソガー。いや全然十分です。全然クソじゃないわ。全然余裕で防衛行こう。この新しいギラズールの強さを、この速い、見てこの速い、もう連邦は追いつけない、この速さ。ダウンポイントを稼ぎ、シュツルムファーストで壊す。つえ、まあこのご時世ね、このご時世シュツルムファースト草って感じなんですけど、このご時世弾薬これ補充できません。まあこのご時世こんな期待です。しかしこのビームマグナムは速い、このビームマグナムだけは速すぎてもう目視できない、自分ですら目視できない。まあね、シュツルムがある時はシュツグレをかまし、でまあシュツルムの弾がねなくなったとしてもね、このビームマグナム榴弾というのが成立しますんで、それでも十分に戦っていけるモビルスーツです。それに伴いこのビームマグナムの速さはもう絶頂もんですわ。そしてまあシュツルムファースト悪く言いがちなんですけど、悪く言いがちなのですが、いて、ばあ、ああ、コンボ食らった、コンボ。弾速が非常に速いので、マゼラ感覚で発射しても大丈夫ですね。空出というのが成立しますね、空出。空中でシュツルムを当てることが簡単にできるようになっております。そしてこのギラ動画なんですけども、まあこいつもねギラズールと同じで、このビームマグナムを実は所持しております。
まあ、シュツルムファースト、榴弾は持ち合わせていないのですが、なんといってもこいつの、こいつ固有の、何それ、ローエングリーンが飛んでる、すげえ、こういう時はグレネード、おい、そこで立たせようとしてんだよ、これがね、ギラ動画特有のアクションコマンド。ちょっと腕かゆいんでちょっと腕かきます。まあこれちょっとこれマジ、あ、ちょっと言うてこいつのね、こいつのこれも全然早いから、その何、売ってる感っていうの、売ってる感、打ち感っていうの、その危ない、お前かよ、めっちゃ打ってる感がすごいあるのよこれ。上からグレ垂れ流すか、くらえくらえ、やめて、あー、マジユニコーン調子乗ってるな。まあさすがと言わざるを得ないな。まあジオンの機体で、まあ、唯一ユニコーンに対応できるのはギラズールぐらいなので、それは致し方ありませんね。ちょっと早めに処理しましょう、早めに処理しましょう。エースをねほったらかしにするのは良くないです。ポイントが欲しいからこうやってやってるわけではなくて、エースをほったらかしにしてしまうと、後々厄介なので、うわっ、やめてよもう。ギガンを倒してしまったことを後悔するがいい。これ AX で来そうやな。いや、まだ来んな。まだ来んな。これ Z からの地下ちょっと行くか。このギラズールを呼び覚ましてしまったことを後悔させてやろう。マジ、ユニコーンを積極的に狙っていきますね。今回ギラズールの証明をしなくちゃいけ、こしゃくな野郎ね。あれ、ユニコーンじゃね、ユニコーン、ダウンしてくれ、うりゃクラッシュルームゴー。まだいるよ、まだいるよ。シチルム構えろ。角待ちのエテポンゲ。昔はよくそう言われましたね。なめるなよ！乳ガンダムごときで！乳ガンダムは。だってじゃない。いや、だてじゃありませんね。あの機体はやはり、やはりだてじゃありませんわ、あれ。あ、旧型のギラズールですね。これが旧型のギラズールです。古い機体ですね。ああ、そこにレーダーが置いてあるな。それは早めに処理する。いてててて。ここで戦うのは悪手じゃないか。これ次の手を考えた方がいい。けどここを放置するわけにもいかないか。そろそろ AX 来そうだな。レーダー壊されつつある。これ防衛行った方がいい。X の
X はまだちょっと殴られたぐらいじゃ壊れはしませんね。ただ戦略兵器一発でちょっと逆転する戦いとなっております。今戦略兵器だけは絶対に通さないようにしましょう。俺の指示に従ってくれ。よし、そこ。うれ、うっとうしいやろ。うれ、はあ、お前なんじゃ。うれ、どっからうっとうしい。その爆発の距離をしっかり把握していないとできない。今回の戦闘データはいただいておきます。おう、ああ、あいつか、あいつか、あいつか。ああ、まあそんな弱い攻撃何発食らっても僕は死にませんけどね。そんな弱々しい攻撃何発食らおうが所詮効きませんから。そんなのダメですわ。意味あらへんで。そんな打ってももう、はい、回復したし、意味あらへんしな。そんな攻撃したって全然何の役にも立ってへんしな。そんな無駄。よし、全力で止めるよ。来るよ、来る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 。あ、ネットが、うわー、数がすごい。飛行、うわー、な、っ X 割られたら終わるよ。ギラサザビ行くか、サザビ行こう、サザビ行こう。サザビーが最強っていうところを見せてやろう。ちょっとサザビー今日いいとこないわ。ちょっとサザビーいいところないわ。もうお前くそ殺す。切れた、あのスナイパーだけは絶対に許さん。おお、てめえなめたまにしやがって。おい、どこ行った、どこ行った、おいどこ行った。大丈夫、いつも通りやれば、いつも通りやれば俺はできる子だから。そんな遠くから榴弾撃ったのか。ちょっと届くんちゃうか、この距離。もうちょっと前か、もうちょっと前やな。ここら辺か。ほら、お願いだ、手伝ってくれ。もうちょっと前やな。ここら辺か。これ神の距離感、神の距離感を手に入れた。そこや。あ、ちょっと左すぎた。ここ完璧な位置。もうちょっと前、もうちょっと前出るの。ここ、まあ位置的にはいい位置ですね。まあこんなにやってても意味ないわ、こんな意味ないわ、こんな、ほんまに。違うとこ行こう。
ラッキーミライワでしたね。ラッキーミライワ。ワンちゃん核持ってったのかな、もう。いやけどもうどこを攻めるってなったらもうここしかないもんな。上からその中央取って、中央取って流れを変えるってのも一つの手かもしれませんが、やはりあの入り口部分からはなかなか前に進むことができませんね。敵撃破。まあしかしそこでやるよりはまだいいと思うわ。こっちから行きます。 X はあの相手の動きがあり次第防衛に向かうようにしましょう。あと5分守りきったら俺たちの勝ちや。お、意外と押してるやんこっち。あ、すごい勝つ。いいぞいいぞいいぞ。ほい、それでいい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 。あー、数がすごい。引こう。しゃぶれ耐えた。やっぱりすげえな。ゼータとかダブルゼータとか恐ろしいわこいつら。連邦恐ろしい。シュルマがなくなりましたね。よしよし、この距離感で戦って、この距離感でそのた倒せない、あの一人の攻撃で倒せなくてもみんなの攻撃で倒せるじゃないか。全員で撃とう。一人で倒そうと思わないでよ。全員で撃てば勝てるはずだって。ほら、あの400コスかビビって逃げおるわ。ギラズールにビビって逃げおるわ。逃がさんけどな。400コスいっぱい隠れてた、潜んでた。私がここで倒されるのそうそう偶然はありません。お引きなさい。持ってんだよマジで。AX ちょっとレーダー薄いよ。早急にレーダーを張りたまえ。次 Z 来るの。もうほんとユニコーンムカつくわ。ちょ、倒したいわ俺。ユニコーン倒したい。目があった。うら来いよ。避けられるものか。こんむかつくマジで。殺したい。修理をしよう。ちょっと助けてくれないな。うざ。持ち帰り時間ゼロっていうところを強めに行くよ。マシンガンからの格闘で。マジでもっと出てこいやカス。支援機に撃たれる。支援機にも。あ、ちょっと X へ突入ってるやん、みんな。もう間に合わないよ。
もう怒った。ダブルゼータだけでも心引き上がった。ユニ修理をしよう。来いよ来いよユニコーン。おらくそー死ね。相手にキル献上はしない。我が軍の敗北です。速やかに撤退してください。いつ？いつ？いつ撒いた？いつまくられたんかすらわからん。もう俺このまま安室風実況やってたら痩せてまうわ。なんか多分安室風実況一本に対するカロリーの消費量が半端じゃない気がするわ。けどちょっと上がりましたね。こんな結構しょ今までだったら下がるようなしょぼいスコアだったんですけど、なんか上がりましたね。ちょっとだけ。ビームサーベルか。もう今回ので証明できましたね、マジで。400コスの、まあ、ユニコーンしかりシナンジュはもうビビって前に出てきません。はい、基本後ろに隠れて、そう後ろの方からちょろちょろ打ってくるだけですね。でなんかやり合ってるなっていうのを見た途端にこうグイグイ出てくる。はい、もう陰キャ特有のやつですわ。もう陰キャ特有の、もう喉枯れたわ。もうはい、てなわけで今回はジオンシナンジュよりもあたりのギラズール、でユニコーンを倒して証明したゲラ4機デッキでした。ご視聴ありがとうございました。